さて始まりました、ビデオブログ第1弾。絶対に第1弾、まあ一発目のビデオブログはこれを紹介したかったんです。飲み物です。まあご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、僕がこの世で一番大好きな飲み物、まあ今22歳なんですけど、いろんな飲み物飲んできましたよ。まあもうお酒も飲みましたし、まあいろんな飲み物飲んできましたけど、僕の中ではこれに勝てる美味しさ、これを超えるものは今でもありません。その名もビノンジャジャンビルクール、ピューラビルクール。こいつらですよ、ビルクル。そう、今ね、よくコンビニではね、この 500ml のタイプ大体売ってますね。やっぱ人気あるのかな、こちらですね。あとスーパーとかね、僕ドン・キホーテとかでもよく見かけるんですけど、この1リットルのタイプ、どっちかというと値段もね、割安で、大好きな方にはこの第4のタイプおすすめです。で、この2つの他にもこんなちっちゃいパックで、ちょっと違うピルクル持ってるんですけど、それはちょっと味が違うんで、今回この2つのご紹介ですね。まあ、なんでね、このピルクルが僕はそこまで好きなのかというとですね、乳酸菌飲料っていっぱい売ってると思うんですよ。はい、ヤクルトとか、まあその他バーっていろいろ、もうすごいたくさんの種類ある。その中でなぜピルクルかというと、すんごい味が濃いんだよね。味が濃くて、なんだろう、飲み応えがある。なのにこの大容量で、大体これ100円ちょっとくらいなんですね。116円とかそのくらいで買えます。そう、で僕本当に嘘じゃないんですけど、必ず1日1本これ 500ml 飲んでるんですね。あんまりいっぱい飲みすぎるとちょっとなんかお腹がピルクっちゃうことがあるらしいんですけど、僕は牛乳とかね弱くてすぐお腹壊すんですけど、ピルクルに関しては全く壊しません。いただきます。今お風呂帰りなんですけど、めっちゃうまいな、やっぱり。それでしてね、特定保険用食品、ググッと美味しく生きた乳酸菌、元気クールクールピルクルって書いてありますね。日清ヨークから出てます、ピルクル。もしね、飲んだことない方いましたら、ぜひ飲んでください。ピルクル。それでは最後に、僕がね、このピルクルについてアドリブで一発いきますので、聞いてください。どうぞ。ピルクル、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 元気もピモン、ピルクルピモン、ピルクルピモン、飲みすぎピモン、注意だピモン、お腹もピルクル。特定保険用食品。